それでは本日の購入品や特典のご紹介です。まずこれちょっと今日じゃないんですが、発売日にポケッコを購入していました。こんな感じでございます。イラスト出た時にかなりね期待値が上がってしまっていたので、あ、こういう感じなんだみたいな感じだったんですけど、この子もこの子でね可愛いなと思います。どうしてもこの顎とかちょっと気になるんですが、地味に私服のね縫いがいなかったので、私服の縫いをお迎えできてよかったです。そして本日池袋のコラボルームに行きまして、まずお部屋の特典のカードです。一緒に行ったお友達がちぎりくんを引いてくれました。本当にありがとうございました。私はね2枚目のよいちくんでした。あーでも本当ちぎりくんがねずっと出なかったんで、もう本当ありがたいです。猫ちゃんも可愛いですね。あー本当に良かった、ありがとうございました。そしてコラボドリンクもねご協力いただきまして、これまたちぎりくんお友達に引いていただきました。いやー私はまたね夜市だったんですけど、いや本当に良かった、ありがとうございました。富士カードもコースターもちぎりくんお迎えできました。良かった、本当に良かった。ラウンド1はもうねカラオケ、ボーリング、それからコラボルーム全部楽しんだので、今回はここまでになるかなと思います。楽しかったです。続きましてはときめもガールズサイドホースハートのザ・キャラカフェコラボ特典や購入品です。まずはオープン商品ですね。こちら祈りのアクスタをお迎えしました。こんな感じで結構大きめのアクスタです。こちらは日常の一コマといってライブ 2D 的にねこう動いてくれるんですけど、そのシーンのアクスタになります。祈りはサーフィンの後海でこう話してる時の様子ですね。このシーンもねとても好きなので嬉しいです。続いてはクリアブロマイドですね。2回コラボカフェ行って合計で8枚購入していました。はい、ちょっと縦ですみませんが、こんな感じでなんと半分が風間亮太くんでした。まず風間くんは3年目夏祭りかなで見れるスチルの笠車です。笹くんは確かハバチャーやってる時かなに見れる犬の散歩スチルです。それから三影先生ですね、夏休みの課外学習の時に見れるスチルです。白羽大地くんはこれも夏休みかな、大地くんの陸上の応援に行くと見れるスチルです。そしてラスト白羽空也さんのタバチャコマンドやっている時に出会える時のスチルです。あー本当ちょっと祈りが出なかったのは残念ですが、二押しの風間くんがこんなにたくさん来てくれたので嬉しいです。ドリンクの特典のコースターです。まず1回目に行った時はこちらの3人が来てくれました。風間くんはここでもね来てくれてましたね。そして矢野くんと道彦です。道彦は今回がね初めてでしたね、可愛いです。そして今日行った時はこちらの2人が来てくれました。本田一君と三影先生です。これお友達と合計4杯ドリンク飲んでいったので4枚ねコースターいただいたんですけど、一君が2枚と三影先生が2枚でした。まさかの、なんでだろうな、なんか同じ組み合わせで2回テーブルに持ってきていただいて、えってなったんですけど、仲良くね分け分けして連れて帰ってきました。ここでもちょっとね祈りを地引きできずだったんですが、大変ありがたいことにお友達のお友達さんからお譲りいただきました。ありがとうございます。
ちらのねカードをねお譲りいただけるっていうことで本当にありがたいなと思っていたんですけど、なんと祈りが出たということでこちらもセットでいただいてしまいました。ありがとうございます。よかった本当に地引きができなかったのでよかったです。ありがとうございました。そして最後はフードやデザートの特典のランチョンマットです。私は今日フードね一つ注文したのでこちらのランチョンマットを選んでいただいてきました。こちら一緒にね行ったお友達がもうすでにねランチョンマット何枚も持っているということでこちらのバージョンもいただいてきました。ありがとうございます。どっちもねクリアシートって感じですごく可愛いです。今日ね池袋に行ったということで池袋の東武の中にあったダイソーでの購入品です。東武の中のダイソーがかなりね大きいっていうのと結構推し活グッズも取り扱い豊富っていうことでねいくつか購入してきました。まずこちらのスリーブ類です。これはね最寄りのダイソーでは見つからなかったのでありがたいです。ポストカードサイズのスリーブピンクを選んでいます。それから L 版サイズのスリーブ、これはハートになるやつですね。2種類あったんですけどここがなんかモカっぽいカラーになっている方を選びました。そして最後これはカードサイズのスリーブです。はしゃこれとかもねあってカードが結構増えていたのでこれにも入れてみたいなと思います。こちらヌイのコスチュームです。うさ耳の黒にリこれうさ耳よな、うさ耳の黒に、ピンクのねリボンがついたものを選んできました。先ほどのねこのラウワンのポケッコちぎりくんちょっと顎が気になるのでかぶせ物をしてあげると首元隠れて可愛いかなと思いましたが全然サイズが合わなかった。一番ちっちゃい縫いにかぶせてみたんですけど結構ギリギリですね。首元結構ねギチギチしてるんですけど一応かぶせられました。可愛いです。最後増加とボックスです。もうハロウィンって感じですね。秋っぽい増加を見つけたのでなんかいい感じにしたいなと思ったのでお迎えしてみました。漫画展のねこのバックスター結構ハロウィンに合ってるかなと思うのでこの辺組み合わせて飾りたいなと思っています。また動画でご紹介できたらなと思います。8月のおたかつは一旦ここで落ち着きそうな気がします。引き続き秋もおたかつを楽しんでいきましょう。このチャンネルでは大人オタクの QOL 爆上げを応援しています。推し活 Vlog や購入品紹介など投稿していますのでぜひ他の動画もお楽しみください。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。